まず対等の仕方です。小刀はですね、帯の1枚目、ここに小尻を差し込みましてこう抜きますが、その時気をつけてほしいのは、このままですと刀がこう立っちゃいますから、袴の一番下の紐のところにこう小尻を抜きます。大刀はですね、同じく、帯の同じところに刺しますと鞘が痛みますね。それから座りが悪いですから、帯の一番下に差し込みます。そして同じく先ほどと同じ袴の一番紐の下のところに、抜きます。作業のやり方は、各侍の、班によっていろいろありまして、こういうふうに下げる場合だとか、こちらの方にやる場合だとかいろいろありますが、当連盟では、このような形に東道連盟でやっておりますね。対等する場合にですね、こう脇の方にこう対等しておりますと、こう組みつかれた場合ですね、自分の刀が抜けなくて非常に不便な思いをするわけです。ところがきちっと唾が真ん中に来るように対等しておりますと、こう組みつかれた時ですね、こういつでもこう抜けるわけです。ですから、隙のないように対等するためには、自分の正面にですね、唾が来るようにこう対等するのが一番ベータだと思います。もう一つはですね、この中心に刺してあるということは、この刀を抜く場合ですね、この長さに1秒かかるとしますね。こうところが中心に刺してありますから、鞘を引く、鞘引きをする、こっちも出す、半分の時間で抜けるというこの利点があるわけですね。よく、侍で浪人者になりますと、こう落とし刺しにしてますよね。この場合はですね、すでに鯉口が切ってあるわけです。ですからこういうふうに刺しと、こういうふうに対等しておりますと、何かの弾みでスーッと、鞘走りますから、鯉口を切って落とし刺しにしてるわけです。この場合は鯉口を切る手間を省いてるわけですね。いきなりズバーッとこう抜けるように。それからですね、戦ってる最中に鞘がですね、こうなってますと物に当たったり相手とすれ違う時に当たりますね。これ立てます。ぶつからないようにします。こうね、そのぐらいのこともちゃんと常識として覚えておいてください。それから、鯉口の切り方ですね。鯉口の切り方は要約すると3つあります。まず親指で切る。この場合気をつけてほしいのは、この刃の上にですね、親指が来ないように、何かの弾みでスッと親指を切ることありますから、内側にしてください。内側で切る。横にする場合も同じです。内側で切る。それから人差し指で切る。つば元を握り込んでグッとやりますと鯉口は切れますから、握り込んで切ると。大体この3つですね。それから抜刀する場合です。普通このように対等しておりますから、このような状態のまんまで抜刀する。それから水平に抜きたい場合は刀を横にして抜刀する。切り上げたい場合ですね、刀を返して、全て鞘引きをします。納刀する場合はですね、大体この鞘に逆らわずに同じ角度に合わせて敷いてきますとコトンと落ちますから、その時は切っ先が入ってます。刃を痛めないように静かに収めます。収めたように見えて実はここに人差し指が一本挟んでると。最後までこういう斬新の気持ちを忘れないように、最後にきちっと収める。横に納刀したい時はですね、鞘も横にして合わせて納刀します。下から抜いたからといってこういう不自由なしまい方はしないでください。横にするのか縦にするのか、どちらかで納刀していただければいいと思います。納刀する場合にもう一つ気をつけてほしいことがあります。この刀のですね、作業を弱いとあるこの出っ張りの部分を栗型と申しますが、この栗型がある方が刀の表ですね。ですから納刀する場合は栗型をこう触ります。こうあればそのまんま鯉口を作って、その上に
胸を乗せて敷いてくればいいわけですけども、これがたまたま帰ってる場合がありますね。戦いの最中とかいろんな時に、その場合はこう触ってなければこれも慌てることないです。鯉口を作る時に返せばもうこれでいいわけですね。そのまんまの音をする、こういうことになります。神前または定石に対する礼です。左手を先に出しますのは鯉口を切りませんという敵意がないという証です。刀礼は柄頭が左、刃が手前を向きます。相手からは非常に刀が扱いやすく、自分の方からは刀が非常に扱いづらいという置き方をします。初伝は主に袈裟斬りです。平下段で斬新を示し、まず刀を清めます。はい、しっかり血振りをして納刀します。立って刀礼する場合も座った時と同じ形に刀を持ちます。中殿になりますと諸手抜き打ち、あるいは片手の切り上げ、または前後の敵、左右の敵、そのような技が入ってまいります。すべてに通ずる柄斬りの方法ですが、絞り込みすぎて肘が中に入って窮屈になったり、あるいは横から握りすぎて肘が外に、出てしまったりするようなことがないように、楽に握っていただいて、一番わかりやすいのは切り下ろした時に親指の魚腹といわれる、一番、膨らんだ部分ですね、そこに柄が引っかかるような形で握るのが一番いい形だと思います。
この東道連盟の方は単発的な技をいくつも練習するんではなく、いろいろと相手を想定しまして流れに沿って12の動作に分かれております。2段以下、要するに初段ですね。それから、3、4段中段、5段以上奥段とありますが、全てそうですね。そして、この型の中には一番基本的なもので大事な、けさ切りですね。2段以下はけさ切りですが、そのけさ切りの場合でも、面を切る場合でしたら面の高さに抜きつけて切りつけて、肩の高さで剣線が止まる。それも、正面の敵が攻撃するという仮想しますから対転して切るわけですね。頸部を切る場合には頸部を切って胸の高さで止まる。けさ切りになりますと、膝の高さで剣線が止まるというような、そういう、刀線刃筋その他全部もろもろ間合いも含めまして、全ての動作を入れながら止めることもきちっと止めるというようなことが全部流れの中に入っているわけです。では最初に奥伝の方の説明をいたします。まず左側で寄りまして、お互いに左側通行です。相手が抜きつけようとしてかかってきようとしますので、それを察知しましたら、その方向に左足を踏み出します。同時に鯉口を切ります。次に右手を添えて、右足を出た瞬間に片手抜き打ちで相手の頸部に切りつけます。すかさず左の敵に向き直って正眼に構えます。誘いをかけると面に打ってきますから、左に受け流して袈裟斬り、真横斬りですね。はい、右の敵に正眼に構えます。はい、隙を与えると面に打ち込んできますから、右に受け流して袈裟斬り、真横斬りです。後ろの敵が襲ってこようとしますので、すかさず踏み込んで袈裟斬り切り上げ、振り向いて袈裟斬り切り上げ、正眼に直して新たな敵に対処します。はい、ずっと下段に誘いをかけますと打ち込んできますから、すり上げて左横面右頸部と切ります。そして奥伝の方には真横斬りという難しい技が入ってまいりますので、ここは稽古のつもりで真横真横と切ります。次は四方に敵に囲まれました。まずこちらの敵が切ってきますから、受け流す。こちらの敵も当然切ってきますね。受け流す。ですから同じ位置で、同じ位置で受け流したんではこちらに切られますから、斜め左に抜けながら受け流します。すかさず袈裟斬り、袈裟斬り、後ろの敵に袈裟斬り、袈裟斬りと切ります。で最後に位を大きく取って上段で斬新を取ります。これで敵が恐れをなして逃げてしまったというようなことですね。はい、正眼に戻しながらまず刀を清めます。で逆の音です。まず繰り型をきちっと触って、刀がひっくり返ってないかどうか、鞘がですね、返ってないかどうか繰り型を触ります。鯉口の上に鯉口を作ります。胸を乗せて敷いてきますと落ちますから、そのまんま納刀します。納刀したというように見えますけども、実はここに人差し指が一本挟んでありまして、鯉口を切ったのと同じ状態になっています。ここまで斬新の、気持ちは忘れないで、最後に何でもないということになりましたら刀を収めます。まあ、以上が、東道連盟奥伝の方でございます。
ただいまから奥殿の方で飛山を行いますけれども、その場合に二三気をつけてほしいところを説明いたします。まずこう立っておりますものはあくまでも仮想の敵ですから、人間ということですから相手がどういう攻撃をしてきたのかということも頭に描きながらやりますね。ですから当然対点をしながら切る、相手の攻撃から外れて切る、そういうようなこともちゃんと頭に入れて切るわけですね。それからもう一つは間合いの問題ですね。相手が近いのか遠いのか、それによって踏み込み方も違うし、やや下がって切る場合もありますけども、型はその通りもう動きませんから、このまんまでやりますけども、そういうことも当然頭に入れなきゃいけませんね。それからその間合いの場合ですね、普通物を切る場合の間合いのその、距離というのは刀の3分の1の真ん中、普段こう物打ちと言っておりますが、その部分が、一番力が加わってよく切れるわけですね。ところがこの物体とか物がもっと小さい細い場合は、よく言う切っ先3寸、これで十分切れます。ですから物打ちというのは当然いくらかこう自分の切る対象物によって変わってくるということですね。ただ常識で言いますと先ほど言いました刀の3分の1の真ん中というのが一番いいわけです。そして同じ間でもですね、その距離の間とそれから時間的な間がありますね。そういうこともちゃんと計算に入れてください。それから刀を振り下ろす場合ですね、力がどこから出てくるのか、こういう刀道具を使う場合はですね、全てこの手の延長として使うわけですから、この空手でも何でもそうですが、力というのはこの丹田からこうずっと伝わって出てくるわけですから、腕ばっかり振り回してもダメなんです。しっかりぐーっとお腹を伸ばして、ここの力を十分に使って切り下ろす。でしかもこの円形線を上手に使って、大きく円形線を使って伸び伸びとやっていただく。そして刃筋ですね。もう一つは、刃のこの筋角度がですね、ちょうど、物を切る場合に30度から40度ぐらいの間がよく一番切れるわけです。それ以上こう45度とかとこうきつくなって、だん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 こうきつくなっていきますと抵抗が強いですから、一番切れる角度というのが30度から40度ぐらいの間、それが、非常によく切れる角度ですね。あと物体にこう刀が入った時にこういう状態はダメです。 手元が先降りて刀がこう折れてますね。これはなで切りになっちゃうか、あるいは押し切りになっちゃうわけですね。ズドンとこう、ですから、刀がですねこう90度に入るようにして、しかも、物体を切る場合の角度が30度から40度ぐらいというようなつもりでこう切っていくと一番よく切れるわけです。切り方の中にはだいたい、私が研究したところによりますと4つあります。まずここからこのまんま踏み込んで、パッ、押し切りですね。それから相手が近づいた場合は自分が思い切ってこう引きながら切る、引き切りですね。それからバーッと叩きにパーンとこう叩いて切る、叩き切る。まあこういうふうにいろいろ切り方がありますけど、一番いいのは普段の歩く歩幅、まるで、そのまんまの自然体のまんまで、先ほど言った物打ちがちょうどいいところにパッと入る切り方が一番いいわけですね。こういうことに心がけて飛山を行ってもらいたいと思います。
Right.
はい、試し切りをする場合の、一番最初はあまり最初からこういう太い巻きわらですとか、それから硬い竹ですね、太めの竹、春に出てくるあの竹の子がシュッと伸びたような竹はあの太くても柔らかいですから、そういうのはいいんですけども、あまり太い竹で硬いのとかそういうのを、切らないように、なぜかというと当然あの刀を傷めますし、もう一つは力を入れすぎてあの非常にあの、後々自分の、癖が治らなくなりますから、まずこの刀の重さを利用してですね、先ほど言いましたように円形線と刃筋をよく通すようにして、前をしっかりと、行き過ぎたり遠すぎたりしないで自分の物打ちの決めた位置をちゃんとここで切れるようにですね切ります。そして、こういうあの細い竹あるいは篠竹、それから新聞紙を丸めたようなやつに、ちょっとこう、テープで留めたような、こういうので練習すると上達が早いですね。まずそれで、これを切った時にですね、この竹が自分が切ったところより90度に飛んでいくということは、先ほど言ったようにこういう押し切りになったりこう撫で切りになってない証拠ですね。きちっと刃筋を通して、物打ちでもってちょうどいい角度で入ればこっちの90度に飛ぶわけですね。先ほど言ったように刀の重さを利用して振りかぶったら、素直に刀の重さを利用してこれでいいわけです。この30度から40度の角度をしっかり守って切るようにしてください。このようにストンストンと90度こっちに落ちますね。こういうのも決して舐めてかからずに全く同じように、こういう練習します。このような練習をすることによってですね、間合いとかそれからその角度ですね、それからこう刃筋がよれないです、しっかり通る、それから刀の重さを利用して変に力まずにスパッと切れる、一番大事なこの正中線、こういうふうに崩れたりこういうふうに崩れたりしない、鼻とへその線がいつもまっすぐ、そういうことがきちっとできるようになりましたら、今度はこの物体が自分に対して攻撃してくると、仮想の敵であると考えて、相手が突いたり切ってきますから受け流しながら回転して切る、ね、あるいはそのまんま上段からパッと変わって切る、左とか右に変わって切る、そういう練習をします。そしてだんだんそれが上手になりましたら、今度は切った角度30度から40度の角度にこう毛先に切りますね。その角度と同じ線上をですね、何回も何回もこう通す練習をして、それができるようになりましたらこう切り上げる練習をします。飛んでも構いません、切れてますから。こういうのでも十分同じように切った角度と同じところをこう通すような練習をしますね。そしてここと全く同じ角度で切り上げていくわけです。けさ切りに切ったのと全く同じ角度にこう切れるわけですね。そういう練習をすれば、上達が早いと思います。
刀は侍文化の象徴でもあります。昔の武人が心血を注いだ技を我々が研究していくのも文化の継承としては非常に役立つことと思っております。志のある方は共に勉強しましょう。日本刀はそれに接するものすべてにとって神聖なものであります。刀だけが特別に刀鍛冶によって精魂込めて作り上げられるのです。長い伝統の中で養われたその独特の手法により繰り返し丹念に鍛え上げられる刀はそれに関わる職人とそれを手にする人々との関係により礼法や作法などの様式と文化を発達させました。そして刀は今なお我々日本人と共に歴史を刻み続けています。武士が国を治めてきた何百年もの間に生まれた武士の文化、すなわち武士道と侍の魂である刀は日本文化の重要な位置を占めています。私は盾師としての仕事柄長年武術を修行してきました。特に刀そのものについては技術的なことはもちろんのこと、どういうバランスで反りをどれくらいにし、しのぎをどれくらいにして研ぎをどれくらいにしたらよく切れるのかといったことまで含めて研究をしております。現代は盾も時代の要求からこの流派はこういう技を使うとか、戦国時代の合戦シーンと江戸時代の剣術など年代によっていろいろ違いがあります。それらの細かい知識と高い技術が要求されます。最も実践に近い形で日本刀を扱う術を心得、それを芝居に生かすことで初めて盾も生きるのです。また武劇の場合には完全に精神的にも技術的にも武術がその根底にあります。もともとこの武劇を始めたコンセプトは一般の人たちにもっと武術をアピールすることで理解を深め後世に伝えるという目的によるものです。日本における古典の武術は歌舞伎や能などと同じように大切なものだと強く感じました。そこで盾師である私ならこのことを効果的にできると考えたのです。舞台では実際に巻きわらを切った真剣で立ち合いを演じたり無刀踊りをしたりします。一旦舞台に出てしまったらいちいち刀を取り替えている暇もなく、この時は一瞬の油断もできません。特に失敗は許されないので文字通りの真剣勝負です。人の前で見せるようになるまでにはかなりの修行が必要になります。刀道連盟では各流派にこだわることなく刀のことを研究し合いましょう。いいものはみんな取り入れていきましょう。そういった発想に基づいてやっております。刀道とは切るだけではなく当時の文化、また刀を使用することで何を目標にしていくのか、つまり日本人の魂であった刀を中心において心身ともに修練していくものです。単なる技術の習得だけではなく刀に関して今まで日本人が辿ってきた文化的な面、刀を練習することによって自分がどういうものを培っていくのかということを日々学ぶことこそが重要なのです。そのことが立派に継承されていってこそ真の刀道であり文化と言えるでしょう。